セオドールレーシングの F3 マシンテディップは、インドネシア生まれの東南アジア有数の大富豪で、実業家、フォーミュラ1チームのオーナーで、レーシングドライバーでもある。国籍は、オランダとインドネシアの両方を持っていた。1907年に、当時オランダの植民地であったスマトラ島のメダンにて、裕福な家境の家庭に生まれ、大学時代に創始国のオランダに留学した。 1941年12月の太平洋戦争の開戦後、1942年にスマトラー島全体が日本陸軍の占領下に入ったことを契機に、同じく日本軍の占領下に入ったイギリスの植民地であった香港に移住する。1945年8月の日本の敗戦に伴う戦争終結後に香港で貿易会社を起こし成功させた。さらに、 事業の拡大につれ、ポルトガルの植民地であったマカオでのカジノや、フェリー会社の経営や、太陽国の首都であるバンコクでのホテル経営など、他業種にその事業を広げて、そのほぼすべてを成功させ、東南アジア有数の大富豪として、名を馳せるようになってゆく。その後は、妻スージー法の兄であるマカオのカジノ王、スタンレイ法などとの共同事業などを行う傍ら、 自らレーシングドライバーとして、マカオグランプリなどに参戦、その後もモータースポーツの最高峰であるフォーミュラ1に、チームオーナーとして参戦するなど、その活動は、世界的な規模となっていった。フォーミュラ1への参戦をやめた後も F3 などの、海フォーミュラへの参戦を行ったほか、地元のマカオグランプリの顔的存在となり、多くの若手ドライバーの成長の手助けをするなど、活躍したが、 2003年に死去した。とっくり再車体のフォーミュラマシン自らの事業の本拠地の一つであるマカオで1954年から行われていた市街地レースであるマカオグランプリに開始3年目となる1956年からレーシングドライバーとして参戦した。 1963年には、ジャガー XK120 をドライブし、総合3位になるなど活躍した後、1970年代前半に引退する。その後は、自らの英語名を冠した、セオドールレーシングチームのオーナーとして、マカオグランプリに参戦した。さらに、1974年からは、フォーミュラ1チームのエンサインに、スポンサーとして参入。 1978年から独自コンストラクターとしてセオドールレーシングチームを立ち上げた。早くも同年にイギリスで行われた非選手権フォーミュラ1レースで後にワールドチャンピオンとなるケケロズベルグがドライブするセオドール TR1 コスワースが優勝するなど最先のいいスタートを飾るがこの年をもって一旦撤退しスポンサーとしての活動に戻る。 その後、1981年よりチームオーナーとして再参入をし、2回の入賞をする者の,の優勝を飾ることはなく、1983年をもってフォーミュラ1からは撤退する。なお、合計51レースに参戦種獲得ポイントは2点と、プライベートチームとしては上場の結果であった。その後は、インディカーなどのレースにスポンサーとして参戦を行ったほか、 毎年マカオグランプリに参戦するフォーミュラ3チームのスポンサーとなり、アイルトンセナやミカハッキネンなどの後のトップドライバーをサポートした。ありがとうございます。